今日は結構こう黄色なんですね。緑です。緑です。すいません、あの蛍光の緑なんですね。あの今こちらの胸のところに貼っているのは、うん、これは東電が責任を取れということを、やっぱぐちゃぐちゃになっちゃったけど、そういうことです、うん、そういうシールを貼ってる感じですか。あの今そのこちらに持っている書いてあることや、その伝えたいことをもしよかったら説明していきたいなと思います。ふるさとを失った人たちにとっては、あの原発というのがものすごくやっぱり生活人生を変えてしまったと。でこれからふるさと守るには原発はいらない、もうまさに書いてある通りです。今日はそういう気持ちでこちらのデモにもちろん参加した形なんですね。うん、そうです。あのもしよろしかったら、あの今あそこで見てるあの方々に対してメッセージがありました、お願いします。そうですね、あのこれはもう政党とか、それからその思想信条じゃなくって、本当に一人の人間としてこの原発をどういうふうに考えていくのか、みんなで考えてほしいって、そんなふうに訴えたいと思います。はい、ありがとうございます。こちらには畳のような薄いやつに書いたのれんも上がっています。こちら雨が降ってきました。こんにちは。今あの手に持たれているのは、はい、説明していただけると嬉しいです。説明していただけると嬉しいって、はい、岸岡さん、国たちの仲間が作ってくれた、メッセージボード。メッセージボード、こちらには何が書いてある感じなんでしょうか。さよなら原発、こんにちは自然エネルギーっていう、あの原発を止めて自然エネルギー復旧させようっていうメッセージです。あとこちらには何だろう、この折り紙で折ったやつにメッセージが、ママたちが書いたんだよね。子育て中のママたちがここに来れないからメッセージを寄せてくれました。全部違うで、子供のメッセージもあります。あ、お子様のメッセージも。どれかな、どれだろう、分かんないけどありがとうございます。あの今ちょうどだいたい2年が経った今日なんですけど、あのこの今2年間経って、今このこういう状況、世の中のその原発の状況などを踏まえてどういうお気持ちですか。あのね、国の責任でね、こういう原発政策を進めてきたわけでしょ。それで、またね、あの安倍政権になって、推進するっていうようなね、そしてあの福島の収束もしてないのにね、輸出までしようなんていうさ、そういうその安倍政権のやり方、自民党のやり方、何も変わってないなっていう、福島の人のほら声が、本当に事件が事故が生かされてないなっていうことを見て大変腹立たしいね、うん、です、はい。2年間が経ったんですけど、小さい子供を抱えてるお母さんたちは、空気のこと、それから地面のこと、食料のこと、食べ物のことなんか すごい気にしてて、だけどあのそれに対応できるのは時間があったりお金があったりするご家庭で、
そのなんか子どもは本当は平等に育っていってほしいのに、あの余裕のある家庭だけが対応できるような状況になっていきつつあることがとてもあの怒ってます。ありがとうございます。あのもしよろしければあの見てる方に対してメッセージがあったらお願いしたいです。本当にこんな悲しい、そして過酷な事故を、ね、二度と起こさないために、今こそ私たち大人が、ね、未来を担う子どもたちに原発のない、そして青い地球を残す運動を、ね、みんなで立ち上がっていかなければならないし、そのことを日本から世界に発信していく時だと思います。みんなで頑張りたいと思います。ありがとうございます。こちらは動いてるよ。はい、今叩いてるのは何でしょうか。あ、これはうちわ太鼓。うちわ太鼓。うちわ太鼓。その叩いて波予報連携協定その唱えてるのを見てる方に対してその説明していただけると嬉しいです。あ、それね、はい、結局ねもう大変な状況になって、人類規模で大変になってると、なのもう奇跡を起こすしかないわけ。奇跡を起こさないと世の中はもう傾いていくと。だからその奇跡を起こす祈りだと、一言で言えばそういうこと、うん、だから世の中の気を変えるってことですね。この世の中の濁った気を変える、うん、じゃあその祈りの意味を込めて唱えてるってことですね。そうです。祈りのパワーを倍化させると、うん、いうことですね。前にいらっしゃる方たちはお坊さんですか。そうです。あの仏教で、では聞いてると真言っていう仏の言葉があって、あのその言葉そのものが力を持つという。だから南無阿弥陀仏も南無大師遍照金剛もそういうの力を持つわけですよ。だからそれで南無妙法蓮華経が一番力あると我々は信じてるわけ。お父さんもお坊さんなんですか。いや、お坊さんではないんですけど、僕の信者なんですけどね。もし、見てる方に対してメッセージなどがあったらお願いしたいです。あ、やっぱりね、核と人間は共存できないと、核を廃絶できないれば人類は滅びるわけですよ。だからその今攻防戦なの、人類が生き延びるかどうかの攻防戦なんだということをみんな知ってもらいたい、うん、核と人類は共存できないの攻防戦ってことです。だからチェルノブイリ、スリーマイル、チェルノブイリ、福島、その前もウランの核産地とかあったわけですよ。で、今のまま進めていけば、またこういうことが2、3回は起こるわけですよ。で、我々人間はそういうのは起きないと思うんだけど、大自然とか人間は完全じゃない、機械も完全じゃないけど、第2のチェルノブイリ、第2の福島がまた起こる可能性が高いわけですよ。だからその起こらないように奇跡を起こしたいということなんですよね。わかりました。ありがとうございます。はい、デモに沿って前に進んでみたいと思います。先生の皆さん、活力が先生の皆さん、活力が今経済産業省横を通っています。
デモの参加者の方々が、経産省前テントに、エールのコールを送っているところです。Is dead. Continue animation. Until game match and start. これは今は何の予想なんでしょうか。あ、原発おじさんです。あ、もう一度言います。原発おじさんです。原発おじさん。原発。あ、原発おじさん。あ、すいません。これは手作りなんですか。はい、そうで、はい、そうです。今回のデモのために。あ、いえ、今までいろんなデモで使ってます。で、今回もその原発おじさんの装いで来たってことなんですね。はい、はい。今、今日こういう大きなデモが行われてますけど、これについてどう思いますか？はい、まあ、震災から、原発事故からそろそろ2年ということで、まあ、そういう節目という部分がありますので、まあ、たくさん集まられたと思うんですけども、やっぱり、反原発とか脱原発っていうのは、まあ、こういう時だけでなく日常的にやっぱり声を上げ続けていかなければいけないと思ってますので、ちょっとまだ力が弱いと感じております。もしよろしければ最後に見ている方に対してメッセージをお願いしたいです。はい、まあ、政権も変わりましたし、状況は、まあ、原発に限らず憲法の問題も含めて悪くなっていると思います。それをなんとかやっぱり皆さんの力でいい方向に持っていくよう一緒に頑張りたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。みんなで守ろう。風がかなり強い状況になってきました。こんにちは。こんにちは、どうも。こちらは経産省前テントの、はい、方ですかね。はいはい。はい、今日は大きなデモが行われてますけど、どう思いますか？そうですね、今の内閣の対応がですね、どん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 右傾化してるから、それに対しての怒りがここでまた大きくなったんじゃないですかね。そうですね、なんか他の国からも今日本は右傾化してるという意見が多いってことはありますよね。で、まあ3月11日ということで、明日、まあ明日っていうか今日、行事としては今日やっちゃったんですけども、ちょうど2年ですから、2年である程度運動が進化していることは言えるんですけど、それに対しての締め付けがここのとこ逆にきつくなってるみたいなところがあるんで、それに対しての反発、この運動は絶対縮小させちゃいけないという、やっぱり切迫した気持ちじゃないですかね、皆さんの。ど
のようにきつくなっているんですか今。一応政府の例えば脱原発に対しての理解というか方針行動というのが、そこそこ国民を意識したような形になりつつあったのが安倍政権になってまるっきり一番最初の時に戻ったようなね、それは単に原発の問題だけじゃなくて、TPP の問題にしたってあるいは普天間オスプレイの問題にしたってですね、いろいろ全て の安倍政権のやり方が簡単に、徴兵制を敷けるようなね、憲法改正に進んでるようなところもあるし、やっぱり少しずつ少しずつ国民を巧みに騙しながら右傾化していってる姿に、国民も気がつき始めたんじゃないかなっていうところはあると思うんですよ。それの一環としての原発もですね、規制をどん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 緩くしていきながら最終的にはまた新しい原発を作るとかですね、海外に原発プラントを輸出するとか、そういったことがやりやすいような政府の仕組みになりつつあるということで、やはり今後この市民の動きっていうのは逆に活発化するんじゃなかろうかと。で7月の参院選に向けて、いろんな動きがありますけれども、政府の方はあまり国民を興奮させないで参院選を勝ち抜いて3分の2以上の議席を確保したいと思ってるみたいですけども、その辺にも国民はある程度気がつき始めてますから、この動きをいろんなところでまた育て上げながらですね、そういう、軍国主義的な発想の安倍政権が本当に憲法を改正できるような状況というのを作らないように頑張っていかなきゃいけないと思ってますね。ありがとうございます。すみません、最後に見てる方に対してメッセージなどをお願いしたいです。見ていらっしゃる人に対してのメッセージっていうのはあくまでもこの原発っていうのは安全神話っていうのはとっくの昔に壊れてますし、金のことだけしか考えてない大資本であるとか、あるいは自民党政権であるとか、自分たちが撒いた種を回収することができないような形で、どんどん日本の国が住みづらくなってる、そういったことを自覚していただけるならば、皆さんに積極的に反原発運動であるとか、あるいは反基地運動に対して反 TPP 問題に対して参加していって、民主主義的なあらゆる市民が参加した政治っていうものを考えながら安全で綺麗な日本を子供孫ひ孫に渡していきたいと思ってますんで、皆さんもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。